テメシュ級河川モニターは、オーストリア・ハンガリー帝国海軍が建造した河川モニター間の緩急である。本級は、国際河川であるドナウ川の権益を守るために、オーストリア・ハンガリー帝国海軍により建造された河川用のモニターである。第一次世界大戦では、初戦のベオグラード進行作戦で、支援砲撃を行うなど、ドナウ川流域での実戦に参加した。 河川での使用に適した浅木水で操縦性に優れる船型を採用した。浅水域で水深機が損傷するのを避けるため、艦艇中央部から艦尾にかけてへこみを設け、その中に水深機を配置している。舵も、ほ張り性と舵外を確保するため前後に長い一枚一舵を採用している。乾板上は中央部に機関室囲い壁を含む上部構造物があり、 その全部に環境を配置した。環境直前の左右両弦に 12cm 炭素手法、各一機を、五甲板の中心線上に 9cm 炭素法一機を置き、上部構造物上の両弦に 4.7cm 速射法、各一機を配置した。1914年に、手メとして浸航。1920年に、ルーマニア海軍に譲渡され、あるであると解明。 1944年にソ連に打破され、アゾフと解明。1945年にルーマニア海軍に返却後1946年、解体処分。名称はドナウ川の支流テメシュ川にちなむ。1914年にボドログとして浸行。1918年にユーゴスラビア海軍に譲渡され、サバと解明。 1941年4月12日に自震。クロアチア陸軍により不要後。1944年9月8日に再度自震。1962年に不要後に解体処分。名称はドナウ川の支流ボドログ川にちなむ。ありがとうございます。